シャルル・フランソワ・プロスペール・ゲランは、フランスの画家である、ポスト印象派の画家に数えられる、グランド・ショミエール芸術学校などの教授を務めた、ヨンヌケンのサンスに交渉人の息子に生まれた、パリのエコール・デ・ボザールで、ギュスターブ・モローに学んだ、1910年に、ロンドンのグラフティング・ギャラリーズで開かれた、ポスト印象派を紹介する展覧会に出展し、 評論家から好意的な評価を得た。1907年から私立の美術学校パレットアカデミーで教えた。パレットアカデミーにはアンディ・アイデンを受訓した。ありがとうございます。